ピッチで最高のパフォーマンスをするためにできること。J の秘訣。セレッソ大阪、木本康樹。足元の技術に長けたユーティリティープレイヤー。そんな木本の秘訣とは。まあ、やっぱご飯を食べないと、朝ご飯食べないと力が入んないし、ナイターゲームでも朝飯はご飯食べてるので、まあ、そういうところを意識してます。木本にとって朝ごはんとは、まあ、今年結婚して今まで独身だったんですけど、今まで練習来るときは、まあ、コンビニでお茶とおにぎりとパン買うぐらいだったんですけど、今はしっかり作ってくれて、バランスよくこう魚だったり、あとは果物、あと乳製品とかもしっかり、ちょっと多いんじゃないかって思うぐらい食べさせられるんですけど、まあ、食べた後やっぱしっかりこう練習にも力入りますし、特にやっぱ頭の回転が違うなっていう印象があって、それからやっぱ朝食がものすごく大事だなっていうのは思いました。これこそが木本康樹のサッカー人生を輝かせる秘訣。